こんばんは。あ、こんばんは。お待ちしてましたよ。ありがとうございます。今日ねまたちょっと悩みがあって、この前僕デニム似合わないって言ってたじゃないですか、はい、もう一個似合わないものがあって、かぶり物があんま似合わないんですよ。キャップとか。あのキャップが似合うかもしれない。あ、何ですか。赤くってここに C って書いてある広島カープのキャップ赤だったらいけますかね。がすっごく似合うかもしれない。もしかしたらあれすごくおしゃれにハマるかも。ちょっとじゃあこれは宿題にさせてください。ちょっとぜひ教えてください。おかみの宿題。BR チャンネルアットラウンジ、今夜も四方さんが来てくれました。皆さんこんばんは。 PR チャンネルアットランジ、ティーチャーの広瀬です。まあ、今冬本番という感じでものすごく冷え込んでいて、私は朝起きるのが本当に大変です。というわけでですね、この番組には欠かせないあの方をお呼びしたいと思います。四方さん、よろしくお願いします。今年もスタイリストの四方さんにたくさん出ていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。寒いの苦手っておっしゃってましたよね。すごい苦手です。モデルさんは春夏の服ですもんね。もうピラピラな、うん、本当にモデルさんすごいなと思います、いつも。いや頑張りたいところなんですけど、そうですね、以前コートの回で、はい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 、これからの季節のコートどういったものを着ますかっていうのをお聞かせいただいたと思うんですけど、はいはいはい、あの回にもたくさんコメントを実はいただいておりまして、 ありがとうございます。今日は四方さんに実際にお答えしていただくということで、なんでよろしくお願いします。お願いします。テンさんからいただきました。四方さんが着用されているアイウェアのメーカーと商品名を教えていただきたいです。やっぱり皆さん四方さんのスタイリングには大注目ということで、はい、この間かけてらっしゃったのはどちらのですかね。今日かけてるのと一緒で、はい、デュパールっていう日本のブランドなんですけど、05っていうモデル名ですね。05デュパール、フランスのヴィンテージをイメージソースにして作られてるブランドで、うん、何色入れてらっしゃるんですか。茶色ですかね。薄い茶色ですね。デュパールさんはいろんなそのセレクトショップさんとかで、あ、そうですね、トゥモローランドさんとか、ポップアップだったかもしれないんですけど、ワイルドライフテイラーさんっていうセレクトショップなんですけど、あとはアーバンリサーチさんとか、スタイリングが結構シンプルなんで、ちょっとメガネしてみようかなって思ってずっとしてます。私もいつも気になってました。あ、本当ですか。はい、実は今日のスタイリングもすごく、はい、ありがとうございます。素敵なのでちょっとお聞きしてもいいですか。はい、ニットは可愛いなと思って、これあのベグってそれこそマフラーとかしてるブランドがニット出したんですよ。はいはい、そのベグのニット、そうなんですね。後ろ姿の大きい編み込みがすごくワンポイントで可愛いなと思いました。はい、ちょっとそういうのがあっていいなと思って、サイズもちょっと行ったりしてる感じなんですけど、パンツはそのベルウィッチですね。スコッチですか。あ、そうです、スコッチです。いつもよりナイトグレーというか薄めのグレーなんですけど、靴はこれはジョン・ロブのスニーカーですね。ダブルモンクで。そうですね。時計は今日ロレックスですね。ロレックス、ヴィンテージものですよね。そうですね、ヴィンテージの文字盤とニットの色が合うかなと思って。これぞプロのトータルコーディネートですね。そんなことないです。続いてですね、ティーヒロさんなのか、ティロさん、チロかな、ちょっとごめんなさい、読み方がわからないです。読み方ぜひ教えてください。今年ユニクロのプラス J シリーズのオーバーサイズピーコートを購入しました。四方さんは短めの丈のものをとおっしゃっていましたが、ぜひおしゃれな合わせ方を教えていただきたいです、うん、といただきました。オーバーサイズということなんで、うん、パンツはちょっと細身のスラックスとかがいいんじゃないかなと思っていて、うん、太くしちゃうとそれこそ子供っぽく見えちゃうので、うん、メリハリをつける。そうですね、メリハリでっていう感じがいいんじゃないかなと思ってはいます。続いてですね、大野智明さん、コメント王からいただきました。コートの着こなし大変参考になりました。恐れ多いですが、私も四方さんと同じように短い丈のコートを探しています。しかし丈の短いコートは若い方にはいいのですが、おじさんにはなかなか難しいアイテムかと思います。可愛くなりすぎてしまったり、色やバランスによっては老けて見えたり困ります。ピーコートが欲しかったのですが、妻から20代か童顔の30代のアウターだからやめてと止められてしまいました。ピーコートやダッフルコートは前回のテーマ
可愛い着こなしには最適なコートかもですが、おじさんが丈の短いコートをかっこよく着こなす方法はあるんですかね、といただきました、はい。まあ多分年齢が40代なのかな、40代前後だとは思うんですけれども、うんうん、実は僕も昨日ピーコート着てて。あ、そうなんですね、はい、ネイビーのピーコートだったんで、うん、オールネイビーにしていて、はい、ネイビーのハイゲージニットに、うん、ネイビーのスラックスに黒の革靴という感じのコーディネートしたんですけど、うん、僕の中だとちょっとジャケット感覚で着る、例えば大人っぽく見せたいんであればスラックスを着たり、スニーカーじゃなくて革靴っていうところで大人っぽさを出していただいて、なおかつあまり色数を使うんではなくて、よりシックに着こなすためにワントーンで、丈短いとやっぱりパンツにも目がいくんで、はい、そうですね、そういう意味で言うと本当にワントーンでまとめてあげた方がシックに決まるのかもしれないですね、はい、あとは本当ジャケット感覚で着ていただければと思うんで、ハイゲージのニットの上にさらっと羽織ったりとかするのがいいんじゃないかなとは思います。なるほど、ハイゲージのものっていろいろあると思うんですけど、はいはい、四方さんだったら、はい、襟の形とかはどういったものを着ますか？襟は僕はあまりタートルが自分では好きじゃないんで、うんうん、クルーネックが多いんですけど、うん、でも大人っぽく見せるんであれば多分タートルの方が大人っぽくは見えるんじゃないかなと思います。今日はこのスタイリングにどういったコート？今日はチャメルのコート、マッキントッシュですかね、淡色というか柔らかい印象ですよね。そうですね、柔らかい印象が個人的にも好きなので、結構お悩みとかコメントでいただくのが、はい、体型別でお悩みをいただくんですよ、はいはいはい、体型の特徴に合わせた着こなしとかってありますかね？身長高い人はやっぱり長い丈のコートが似合うのかなと思いますけど、あまり高くない低い方は膝上ぐらいの丈の方が、お直しでちょっと直すとか、長すぎる丈だとなんか着させられてる感がすごい出ちゃうので、がっちりされてる方はよりがっちり見せたいっていう時はそれこそちょっとミリタリー的なアイテムを着たりとか、暑いかもしれないですけどムートンとかなんかそういうのを着て、よりこうたくましく見せるっていう方法もあれば、あんまりそういう風に見せたくないっていう時はちょっとオーバーサイズのコートを着たりとか、見せ方で分けていただければいいんじゃないかなと思います。がっちりされてる方は長い丈のものだとバランスがあんまよろしくないっていうか、そうですね、確かに短い丈の方がお似合いになるんじゃないかなと思います。B3 型って呼ばれるものとかも秋冬って出てたと思うんですけど、はいはい、そういったものもやっぱりがっちりされた方の方が、そうですね、 B3 って結構ムートンでこう、うんうん、モコモコしたようなゴチがついてるので、はい、あまりそれがこう華奢な人だと合わなくて、うん、がっちりしてる人の方が、うん、より似合うかもしれないですね、はい、けど痩せ型の人はモコモコがついてないライダースだったりとか、うん、そういったものを合わせていただくのがいいんじゃないかなと、うん、それこそエメティとかもすごく確かに似合いますよね、はい、細身の方とか、うん、ね、やっぱり自分の体型をしっかり知るっていうのが、はい、大事かもしれないですね。 そうですね、まだまだね、たくさんいただいているのでどんどんご紹介していきたいと思います。バックビートジャパンさんからいただきました。四方さんでさえ〇〇が似合わないんですよってお悩みがあるとは安心しました。さて、ドレスのアウターにダウンを提案された動画の後で言うのもなんなんですが、メンズのアウターでここ数年業界から提案されているのはラベンハム、カナダグース、他ダウン、バブア、エンメティなど、どれもアウトドア、スポーツアイテム、さもなくばミリタリーアイテムばかりじゃないですか。都会的なドレスのアウターってチェスターくらいしか提案がないように思うんですが、四方さん、何かもっとこれぞっていうドレスアウターはないですか？自分としてはポロコートやアルスターもチェスターと大同小異のバリエーションと思えるので行き詰まっています。ぜひヒントをください。なかなか難しいご質問をいただきましたね。多分すごくファッションが好きな方、ね、研究されてる方なんでしょうね、うんうん、ビジネスが結構カジュアル化になった分、カジュアルアウターでもビジネスに羽織れますっていう提案が多分すごく多くなってると思うんですけど、うん、ドレスアウターだと今一番はやっぱり
ベルテッドコート、あーベルテッドボタンがついてなかったりとか、トレンチコートのボタンがないようなベルテッドコートが一番今っぽくてかっこいいんじゃないかな、うん、業界の方、うん、バイヤーさんとかスタイリストさんとかベルテッドでいうとイーボあ、はいはいはい、コートとかをよく着てるのを見てて、まあ、イーボはシルエットもちょっと緩めで、うん、それをこうドレスの時はベルトを縛って X ラインというかこういうラインにしてあげて、カジュアルの時はベルトをしないでふわっと着るっていう、そういう二通りの着こなしもできるんで、ベルテッドは割となんかいいんじゃないかなと思います。 BR で扱ってるやつだと個人的にはあのペトリノのダブルのコートがすごくかっこいいなと思って、ちょっとお値段高いかもしれないんですけど仕立てはすごくいいので、本当何年も長持ちするアイテムですし、ドレスにでも使っていただきたいしですし、カジュアルにも使っていただけるっていう。まだまだご紹介したいコメントがたくさんあったんですけど、全部はコメントをご紹介できなかったので、またこういう回もどんどん増やしていきたいと思っております。今年も皆さんお悩みがある方、なんかこう聞いてみたいことがある方はコメント欄にぜひもう何でもいいので書いてください。好きな食べ物はでもいいです。それではまた次回、またね。チャンネル登録はこちら。コメントのレベルが高い。おすすめ動画はこちら。今年もみんなたくさんコメントくださいね。